よし、俺が行こう。行こう。
あいつらを刺激し、あいつらって、そう、襲われたら出ていくなんてできないよ、お願いだ。何、お姉ちゃん、あいつらのこと、お姉ちゃんが襲ってきたのは大きい雲みたいなやつ。 あいつらの住処は体育、あいつらは、あいつらが使ってる通路、食堂、あいつは獲物をさらって、でも獲物から食事代わりに、助けるなら、さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけ。 君たちこそ二人、僕たちは平気だよ、あのくん、そっか、僕は行くよ、食堂へ急ぐ。わっ、ここに、ああ、 教室、うっせえ、二人とももう少し落ち着け。クネモンはミノレ、リョウ、ここを抜けると、もちろん当たり前だ。いざ、おい、急、急がなきゃ。な、僕たちも行こう。おう、 青井さん、臆するな、二人とも。
無事なのか。早く助け出さない。何ぼーっとし、あ、改めて向き合うと、でかいし、でも、待てよ。どんなにでかくても、パクマン、教師、あれか、アルコールランプ、パクマン、ビビ。私の番ね。私の番ね。
の番だね。番だね。Thank you.
の番だね。
ようやくやっつけたぞ。手強い敵だったな。よっ、葵を助けるた、あ、葵よ。そうだ、葵さん。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってね。葵、待って。葵、何言ってるのよ。それに拓磨くん、私を本当にありがとう。拓磨くんって、いや、僕だけじゃない。本当、ああ、それなんだけど、それって、まるで変、それよりも過酷な環境変化に適応するため進化か。さあ、タクマの強いよ、タクマの気持ちに応えたい。つまり強いよ、要は心の絆がパートナー。しかし、さて、本当だよ。さーてと、雲の巣も自然に消えるなんておかしいわよね。怪物、校舎どころじゃねえよ。一体ここは、タグマ、私もよ。気になることはあるだろうが、今日は人、そうだね。え、私も気になるけど。そうよ、それに夜に外へ出るのは危険。そっか、気乗りはしないけど。冗談じゃねえ。じゃあどこで寝る。とにかく今日は、心っていうか脳み、私にはまだ信じる信じないはナンセンスですよ。でも正直わからん。そうだ、うるせえお前。まったく、とにかく疲れもた。ええ、休まるわけねえだろ。幽霊って、幽霊なんて、あの、そうだよね、お化けじゃなって、やっぱくそうだな。正直俺も、なんだよ亮、急にビク。おいおい、あんまち、違う。大事なことはちゃんと説明して。でもまあ、大丈夫。教授、そのまさか、池ども見た。なんかそこら中もやがかかる。そんな、私たち、普通の、確かにこんなところです。じゃあ一体、これはあくまで推測だが。やだ、怖い。
それが原因で方向…私が気づいた時はそこで君たちの声を聞…確かにちょっと記憶も…さて、その原因を…引率の先生じゃないんだからさ、帰還できてもキャンプの宿泊所だし…へいくつ言わないで。もう…今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。そんなの当たり前だし、別におぶって…まあまあ、無駄…いいですよ、そんなの。当たり前だ、教授に気を…教授も、彼女もそ…君も年長者なら、頭ごなしに叱るのではなく、とにかく、今ここにいるの…葵ちゃんたちどうしてるんだろう…この辺りならさすがにクマじゃ…どうだろう…ロプマン、こっちよ。これ…な…教授、君は…なんだ、そん…これってもしかして…で…まさか…その…こら、不用意に…だって、神様が…まずい…思いを無駄にするんじゃない。何ってことはないけど、僕たちは課外キャンプに来ただけなのに。そう、ごつもんと次から次。そう、必死だっただけだよ。あれはしょうが、昨日は結局疲れ、考えぬ。今何が起きてるのか。そうだな、そこなんだよな。あとは救助。つか寝やがっ。まあ両先輩はなんだ。とりあえずみんな起きてきたよ。とにかく昨日はいろいろありすぎで。つうかなんでタクマ。そうだそうだ。いや、なん、そういうのは年長者でやんねえ。こんな時だけ先輩って呼ばない。どうするもこうするもど
かく俺はおめえらの引率なんてする気も。うん、ま、じゃあ葵、うーん、真面目なの。それとこれとはそんなことないって。葵はだから買いかぶりよ。そもそも今私きっと大騒ぎ。そうか、確かに朝になっても救援に来てくれる様子も。そりゃ山で遭難ならむしろここに人がいない方が不自然だろ。そんなだってそうだろ。見てみ、どうなってる。そうでなきゃ。確かに行方不明。いやだってこの校舎見てみなよ。周囲の景色まで変わってるんだ。パラレルワールドに飲み込まれたか、謎の超兵器が作動したとか。いや違うよな。まあいったしないわ。バカかおめえ。それに何なのって言うなら言っちゃなん。とにかく今分かっていることは、そしてその周辺の地形も、そんでもって立ち込める霊の霧、その霧も話っていうらしいな。そして何よりここには遺体の知れない怪物。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たちだから、それをちゃんと説明してくれよ。説明できる。そんなのってことで一番。うむ、そうね、心得た。ただ君たち人間の世界、いや、やっぱその言葉の意味は俺。確かに常軌を逸した。だったらこうして。それはだったらこんなボロボロの構造は加害キャンプの校舎と似てるけど。それに関しては俺もわからない。野山や木も岩、それら自然界にあるもの以外の。誰がどうやって。さあ、神と呼ば、正しいことなど何もわからないし、凄まじい力を持つもの。つまりお前、手先が器用なやつがに。わからない。ただ言葉を交わし、そして、いや、実際に接触したのはどこからか人。ああ、先の毒グモンとの戦いでアグモンが。なんで急に姿がか。外部の影、優位的な選択変化。いへん、すごい。うむ、俺たちに。もちろん進化はそれだけに限らないし、あるものはそれによって世界が、あるものは人間の子供を。いや、この話はよそう。とりあえず俺のミノルの望むような明確なこと。いや、今はそれ十分。要は何も知らないくせに何でもありって。そんな、あの先輩の言う言葉、ミノルが言うなら。でも、ほら見ろよ、あいつって言うなよ。仮にもってよっぽどひでえな。うっせえな。あ、逃げて。春たちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って、それでいいかな。うむ、話の続きは校舎とやらの中でしよう。何ちびっこ相手にか。あ、おはようございます。そういうミノル、紳士だからだよ。ああ、おは、いい、気にし、量はみゆきたちといると決まっ、ギャーっつって気絶。つっても、あ、うん、しないで。おね、おし、怖い目にあってね。怖い目、ごめん。そう、それで
じゃあ他に。とにかくあの霧に飲まれた分気配を。だったらもしかして。いや無理。やめておけ。そうよ、どうなるかも分かっ、具体的。まあ、つまりだな。だけど例の霧がいつどこかに行くってどこにだよ。まあね、とにかく今のままじゃ遠出すらできない。何か食べられる。じゃあみんなで手分けして。いや、やっぱ他に人がいない。そもそもさ、他にもまだ近くに誰かい。そうださ、あっち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 。ああ、ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。りょうくん、そもそもあの場ではぐれた自分、もしかするとさっきは修士。そうか、だからここが仮に異世界だとしても、それはそうとでも考えないと。なるほど。もしそうだったら、それなら迂闊に動く。それは、ええ、だからどうせ教授や修士がいるかも。いるか。ここでじっとしとく。いいが、じっとしてて。じゃあどうすりゃいいんだよ。そもそも俺たちだったら何意味もなくうろつきま。まあ、さっきはああ言った。そうだね、そうだな。
よし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ！